ワイルドライフ。この曲ね、おそらくね、最後に撮ったような気がするんですけども、ものすごくね、アレンジがうまくいかないっていうか、なんか揉めたというか、すごい時間がかかったのを覚えてます。すでにだから、このあたりから僕は煮詰まってきててですね、苦し紛れでダラタラのところをなんかブラスとかでなぞってみたりとか、なんかね、稲葉さんがなんか、ブラスはやめようよとかって言ったりとかしてるのをね、すごく覚えてます。だから、あ、やっぱりな、僕もあんまりこう、いいとは思わなかったけども、やっぱりダメか、みたいな、そういう感じ。苦し紛れにプラス入れたら却下されたみたいな。まあね、そこでだからどれぐらいなんかこうシンセとかを入れて明るくするかっていうのと。で、最初だからまあいつものように打ち込みでドラム入れてっていう感じで。で、稲葉さんが全然歌詞できなくて。で、それにギター本ちゃんで入れると大体稲葉さんできるんですけども、それでもなんかできなくて。で、それで、最終的に、ドラムを、一国に差し替えたら歌詞が思いついたっていう、そういう風なところの流れを覚えてます。になりかけたというか、なんかね、これベース弾いてるんだよね。弾いたイメージもあるんだけども、なんかこれ音聞いたらシンセベースっぽい。何なんだろうね。B メロとかもチカチカチカダフィアフィアとかってね、すごい思いっきりなんかシーケンス入ってますね。ドラムが生になる前でシンセこれだけ入ってると、やっぱりなんか歌詞ができないって買ったっていうのもなんか気持ちはわかりますけども。で、最後のエンディングがダーン、ダーン、ダ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 ーンみたいな感じ。割とだからライブ向きな感じのなんかエンディングですね。まあ、そういう、まあロックっぽい感じってのはね、最初からまあ意識はしてたんですけども、その辺のね、具合が難しくてね、特にだからこのアルバムはポップなアルバムっていう考え方。だから雰囲気としてはこの曲の感じは、だからランとかに入るような感じの曲にはなって、まあだからそういう流れにはなってきているんだけども、最終的にだからそれがそのワイルドライフっていうのがインザライフっていうところの、まあ、タイトルになったりとかするんで、まあ本当に難産な感じの曲だったんですけども、まあ最終的になんかうまくいってよかったかなっていう感じです。なんか今聞くとやっぱりその辺のシンセの雰囲気とかその辺の具合が、そのポップさとロックっぽい感じとかの具合が本当に、その野村さんとかもすごいちょっと悩んでる感じっていうかな、なんかいろいろ考えていただけてるっていう感じはありますね。なんかそんな感じです。本当にこの曲は大変だったっていうのはすごく覚えてます。